お届け物はお隣さんに預けました。知らないわよそんなの、忙しいから帰れ。確かに渡しましたよ。一体どうしたものか。こういう時は、オークションで落札した中古の DS がいつになっても届かず、運送会社に確認すると、お隣の方が預かってくれるというので、お渡ししました。とのこと、付き合いもそんなにないのに勝手なことしてくれたなぁ。と思いながら、お礼にとコンビニで買ったプチシュークリームを持参して呼び鈴を押す。出てきたのは5歳くらいの男の子。隣のお部屋に住んでる〇〇って言うんだけど、お父さんかお母さんいるかな?と聞くと呼びに行ってくれた。出てきた母親に荷物のことを伝えると、そんなのは受け取っていないと言われた。私は角部屋なので、隣の家はここしかありえない。昨日のお昼頃、確かにここに預けたって言われました。と言っても知らぬ存ぜぬ、うるさい帰れ、とドアを勢いよく閉められ、チェーンまでかけられてしまった。改めて運送会社に確認の電話を入れ、状況を説明すると。確かにお隣のバツバツさんに渡しましたし、その旨を書いた不在票もあなたの部屋に投函しましたよ。という、玄関を確認しても不在票はなかった。抜き取られたのかな、と思います。運送会社に再度クレームの電話入れました。配達担当の人が言うには、〇〇さんは仕事の時間が不規則なので、あまり家にいないことが多い。〇〇さんと同じ職場だから、手紙書いて休憩室にでも置いておくわ。隣の女性は言ったそうです。ちなみに、隣の人とは同じ職場ではありません。今日中に届けなければいけない荷物がたくさんあったため、急いでいたあまりに判断力を失い、隣の家に預けるという不始末をしてしまった。と詫びられました。弁償すると言われたけど、それじゃ私の腹の虫も収まらないし。ってことで、警察に被害届を出すので、証言してほしいと伝えました。それでも DS が戻ってこなかったら落札価格と同じ金額を弁償してほしいと伝えました。警察に行って事情を説明して被害届を提出してきました。被害は少額だし、運送会社も弁償してくれるって言ってるし、下手に大ごとにしなくてもいいんじゃないの?と言われてご立腹です。じゃあ警察は犯罪者を野放しにするわけですね。というと焦ってましたが、明日、警察官立ち会いのもと、配達担当の人と隣の部屋に訪ねてみることにしました。翌日のお昼頃、おまわりさんが私の住むアパート周辺の住民に、最近、この辺で空き巣の被害や、不審人物の目撃がありましたので、戸締まりにはお気をつけください。とパトロールをしていました。私の部屋に来た時におまわりさんは、本部の者から事情は聞いております。動きがあったら連絡ください。と言っていました。その何時間かした後、私はコンビニに行き買い物、部屋に戻ると郵便受けに何かが突っ込まれていて、見てみると DS でした。出品者の方から聞いていた梱包ではなく、DS の箱そのものを突っ込まれていました。指紋をつけないようにゴム手袋をはめて中を見ると、傷の具合が出品者から聞いていた状態と酷似していたため、落札した DS と判断しました。とりあえず DS、戻ってきたんですけど、こんなので終わらせたくないし、ギャフンと言わせてやりたいので、被害届は取り消しません。とりあえず警察に行って、DS 戻りましたと報告、配達担当の人にも報告しておきました。泣きながら謝罪されてしまいました。箱に〇〇さんの指紋はついてしまったけど、もし〇〇さんと出品者以外の手に渡れば第三者の指紋が DS 本体についているよね。と警察に言われて、一応私も指紋を提出する形で帰ってきました。数時間後、隣の部屋の旦那が私の部屋を訪ねてきました。見た目が怖い人なのでドアを開けたくない気持ちから、インターホン越しの対応です。妻から、出来心でお宅の郵便物を拝借してしまったと聞いた。だけど、お返ししたので穏便に済ませてほしい。とのことでした。すでに警察に被害届を出しましたし、戻ってきた DS は警察に提出した。最初に訪ねた時にすんなり渡してくれていればよかったのに、奥様は私に、悪態をついた。私はそれが許せない。被害届を取り消すつもりはありません。悪いことをしたあなたの奥様が悪いんです。
と伝えました。どうしたら許してくれるか、いくらお支払いすれば許してくれるかと聞いてきましたが、いくら積まれたって許せない、示談で終わらせる気持ちはありません。しっかり罪を償ってください。奥様が戻られた時、もし私や私の周りに被害を負わせることがあったら、容赦なく私はあなたの奥様を訴えますので、そのおつもりで、とインターホン切ってやりました。旦那が謝罪に来たことも警察の人には報告済みです。周りの住民や職場の人にも状況を説明するとか、根回しは完璧です。翌朝、けたたましい呼び鈴とドアを蹴る音で目が覚めました。ちょっと、〇〇さん、隣のバツバツですけど。ドア開けたら隣の奥さんが子供を連れて立っていた。被害届けなんだけどさ、あれ子供がやったことだから許してほしいの。ほら、少年法ってあるでしょ。嘘ついて荷物受け取ったのは間違いなくあんただし、ドア蹴ったからドアの形変わったし、部屋出る時に修理費請求されるの私じゃないか、とかいろんな気持ちがぐるぐるして、子供に罪着せようとするのか、と一括してドアを閉めました。だってソフトがないからいじってないわよ。ねえ、まるまるちゃん。ああ、ここ録音しておけばよかったです。ドアがへこんだところは撮影しておきました。警察の人に、被害届を取り消さずにいた場合、どうなるのか聞いてみました。一週間くらいお部屋に入ってもらうことになるそうです。怖い旦那さんや、奥さんの立ち振る舞いから言って、戻ってきた時の逆襲は覚悟しておいた方がいいと言われました。お礼参りに負けない自信はあります。試合の前から負けること考えるバカがいるか。翌日、隣の奥さんは鉄格子の部屋に旅立ちました。ねえ、お母さんどこに行ったの？お母さんはね、具合が悪くて病院に入院したんだよ。でも、すぐ戻ってくるよ。そっか。だから暇つぶしに DS 持って行ったんだね。子供は何も知らない方がいいんです。取り調べの際に、これこれ、こういうことで、あなたはお隣さんのおもちゃを盗みましたね。盗んでない、預かっただけだ。でも嘘ついて自分のものにしようとしたでしょ？預かってたのを忘れただけだ、盗んでない、と立ち上がり、パイプ椅子で警察の人に振りかざした。はい、ちょっと頭冷やしに行こうか。牢屋、ってことらしいです。改めて隣の旦那から謝罪がありました。温室育ちのお嬢様で、ねだれば欲しいものは何でも手に入る。僕と結婚してからは本当に欲しいものか吟味してから買わせるようにしていた。浪費癖が激しいのでお金の管理は僕がしていた。ママ友が DS に綺麗なデコレーションをしているのを見て、欲しくなった。でも、ゲームをしたいのではなくて、デコレーションがしたいだけ、と妻は言ったから許さなかった。そんな時に荷物の伝票に書いてあったのが、品名、任天堂 DS、魔が差したってあいつは言ってました。近々、出ていきます。あなたには本当に迷惑かけてしまって。旦那と子供がかわいそす。数日後、隣の奥さんが帰ってきました。アパートの玄関ですれ違った際、軽く睨まれましたが左へ受け流しました。その後、隣の奥さんとその母が私の職場であるお店へ来て、私はこいつに泥棒扱いされて警察に捕まった。もちろん私は泥棒などしていない。こいつにはめられた。など、店内で騒ぎ始めました。従業員に根回しはしていましたが、毎日、不特定多数で訪れるお客様にまで根回しはできておらず、非常に困りました。こうやって店を訪れるということは、全く反省していないと理解し、今後続くのであれば、予告通り、再度警察に突き出してやるのみです。その日のことは、隣の旦那から謝罪の言葉がありました。素直に離婚に応じず、調停離婚に進みそうとのこと。隣の奥さんの母は、娘の言葉だけを信じ、娘の非を認めず頭から隣の旦那を悪者扱い、しかし私には以前のように暇がなく、警察に行くこともままならない状態です。とりあえず、電話で伝えてみますが、数日後、隣家族が引っ越し、それはそれは平和な毎日を送っております。が、またしても DS 騒動がありました。バスで遠出をするとき、私の相棒、DS ちゃんの登場、ピコピコ遊んでいると通路を挟んだ座席にいた親子に、おもむろに DS を強奪されたのです。DS を子供が欲しがっている。
もうすぐ大きくなってから買うと、やっと説得したところなのに、これ見よがしに DS で遊ぶな。迷惑だから没収だ。目玉どこを、になった私を尻目に、小当てに入れた DS に大感動。だが断る。DS ちゃんダッシュ、何も言いますまい。無言を貫き通し、DS ちゃんをカバンにしまう、虫を決め込むとこが、僕の DS 取られたー、とギャン泣き、それでも無言でバスを降りました。予定とは別のバス停で、なんつーか、この DS ちゃん呪われてるんでしょうか？